皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、本日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、巻き肩についてですね、お話をさせていただこうと思います。猫背というと、背中が、丸くなっていくっていうのが基本なんですけれども、肩がこのように前に出るこのですね、巻き肩を併発しているっていうことが非常に多いんですね。で、今日はですね、この巻き肩をたったの2ステップで簡単に直す方法というのをお伝えします。ファーストステップはですね、姿勢の意識を変える方法ですね。半分以上の方はある部位の向きを変化させるだけで一瞬で猫背を改善することができます。そしてセカンドステップでは、ファーストステップで改善しなかったという方のためにですね、その方の原因に対して直接アプローチをする簡単なセルフエクササイズをお伝えしていきますので、動画を見ながら実施していただければと思います。猫背と言いますと、背骨とか骨盤、頭の位置、肩の位置に注目されがちなんですけれども、今日はどこに注目するかというと、手です。手のひらの向きからアプローチしていこうかなというふうに思っております。でですね、まず実際にですね、皆さんに体験していただこうかなと思っております。皆さん一度立ち上がっていただいたら、手のひらをこのような形でしてもらったら、手のひらをですね、ぐーっと内側に向けてみてください。で、さらにねじって外側にこう手のひらが向くような状態まで持っていくと、肘のくぼみが内向きに入り、肩が内向きに入り、背中が丸くなって猫背の状態というのが完成するんじゃないかなと思います。これはですね、専門的に言うと運動連鎖と言います。ある一定の部位の運動方向を変えると、それに付随する骨だったり関節がこちら側に誘導されていくというふうな体のですね、動き方の特徴があります。はい。で、実際に皆さんの日常生活だったりとか仕事の場面を今一度ちょっと振り返ってもらいたいなと思うんですけれども、手が内向き、いわゆる下向きになって作業していることって実際どうですか？多くないですか？はい。パソコン作業だったり、書く作業、あとは主婦の方でいうとお料理をしたり、洗濯物を畳む動作、こういったのも全て手が大体内に入って、しかも体の前でする作業があります。あとはドライバーの方ですね、タクシーの運転手さんだったり、あとは今バイク便なんかもありますね。もう全て手が前、かつ手のひらが下に向いて何か操作をしたり作業する動作というのが基本になっていきます。なので、この現代の生活様式からするとですね、基本的に猫背方向に向かっていくというのは至極真っ当なことなので、必ずこう体のケアをしていかないと、当然のように巻き肩、猫背を併発していくというような流れになっております。前置きが長くなったんですけれども、手を前向き、内向きにしていくと猫背になるとするならば、この猫背を一瞬で解消させる方法は何かといえば、もう一度皆さん立ち上がっていただいて、手のひらを外に向けていくんですね。天井方向にぐーっと向けていくことで、手のひらが上を向き、肘が上を向き、内側にあった肘が上を向き、肩が開いていき、背骨が起きていく。ということで、簡単に、猫背というのを解消することができます。逆に言うと、この状態で猫背を作りましょうってやるとですね、意外とできないんですよね。そう。なので、しっかりと手のひらの向きを変えて耳を開く。ということで、一瞬で改善することができます。ただし、これではですね、実は改善しないなっていう方も中にいらっしゃるんですね。それが何でかっていうと、すでにですね、前にある筋肉がぐーっと凝り固まってしまって、すでにもう胸を開こうと思ってもこの筋肉の柔軟性が低下していて開けないよっていう方がいらっしゃるんですね。この方にファーストステップで無理に開け開けってやると、逆にですね、ここが開かないのに開こうとして腰で反ってしまうような人も中にまで来たりしますので、なので必ずこのファーストステップで改善しない方というのは、今からお伝えするセカンドステップっていうのにチャレンジしてみてください。で、今日お伝えするのは2つの胸の筋肉ですね。これをしっかりと緩めて、かつ使えるような状態にしていくことで巻き肩の改善を目指していきます。で、胸の筋肉、皆さんね、聞いたことがあるかなと思うんですけれども、大きな胸の筋肉と書いて大胸筋という筋肉があります。大胸筋はここの鎖骨と前に平べったい骨がある胸骨、そ
そして肋骨この辺までですねからこのですね上腕骨っていう上の骨にこのような感じでついてるんですね。なので手を内側に入れたり内巻きにする時に使われる筋肉になります。なのでこの筋肉が凝り固まると先ほどの巻き型の状態になっていきやすくなりますので、まずはここの大胸筋というのをアプローチをしていこうと思います。大胸筋はですね非常に大きな筋肉になりますので全部をアプローチしようとすると意外と大変だったりします。なので今日は大胸筋がこうやって集結している収束しているここの部位ですね、ここの脇ちょっと開いていただいて胸にバシッと前に当ててもらったらここで少し恥できる筋肉ギュッと掴める筋肉があるのでこれを軽くつまんでください。軽くつまんでいただいたら肘で円を描くように肩を回していきましょう。こういう形で痛みがあるほど頑張らなくて結構です。気持ちいいなって思うぐらいやったとしてもですね痛気持ちいいぐらいでとどめるようにしてください。慣れてきたら今度は肘を大きく回してみましょう。大きく回してみます。そしてさらに余裕がある方は手のひらを外に向けるように大きく回してみます。大体10回ぐらいで、効果は現れていくかなと思います。はい、結構です。これだけでももうすでにねちょっとこう胸の、緩みを感じたり少し血流がね通ってあったかいなという感覚があるかなと思います。そうしましたら続いてもう一つ今度は小さな胸の筋肉小胸筋という筋肉を緩めて使えるようにしていこうと思います。小胸筋はこの肋骨から肩甲骨の右後突起という場所についています。でこの筋肉にアプローチしようとすると小胸筋の上に大きな大胸筋がくっついているのでなかなか直接アプローチすることができないので今日はですねここの、肩甲骨に近い部位でアプローチをしていこうと思います。まず皆さんここの鎖骨があるのは確認できますかね。そうしましたら鎖骨のちょっと下真下に指をこのように当てていただいてそのまま外側にスーッとずらしていくとちょっとくぼみがあります。そしてくぼみのさらに外側にポコッと出っ張ったような突起物があります。これが肩甲骨右後突起といいます。カラスの口の突起と書いて右後突起といいます。ここに小胸筋が付着しているのでここからちょっと下です。ここよりもちょっと下の部分に指3本分ぐらいですね少し当てがっていただいてこの筋肉に対して横断的にマッサージするように垂直に耐えるようにこのように少し指を動かしてみてください。ここですね結構痛みのある方が多いんですけれども軽く最初は動かすようにしてください。急にですね痛みを伴うほどのマッサージをしてしまうと揉み返しが来たりですねあとは筋肉が炎症を起こしてしまってその筋肉がですね修復していく過程でより強固にぐっと固まってしまう。それによってせっかく緩めて使えるようにしたのにもかかわらずですねなかなか巻き方が改善しないといったことが起きてきます。だんだんここ緩みが生まれてきたと思うので今度はですね手のひらをちょっと外に向けてみましょう。そうするとまた小胸筋が伸びてですね先ほどよりもマッサージしている時に押されている感じがあるかと思います。でこれも慣れてきたら手を90度持ち上げて肘を曲げます。さらに手のひらを外に余裕がある方は手の位置を後ろ上に動かしてもらうとさらに小胸筋が伸びていきます。このポジションで優しくマッサージをしてあげてください。ここから窓を拭くように手のひら外に向けたままこのように動かしましょう。小胸筋を押さえている手は軽く押圧している状態、押している状態を保ったまま回すようにしてみてください。はい、結構です。一回手を楽にして左右でちょっとね違いを見てもらえるといいかなと思います。少しバンザイをしてみてもらったり先ほどのチェックしたですね胸を開く動作手のひらの向きを天井に向けて胸を開く動作
押してみてもらうと、もうすでに左右での違いというのをものすごく感じるんじゃないかなと思います。では反対側もやっていって、左右をしっかりと整えていきましょう。まずは大胸筋ですね。大胸筋のこの結集している部位、鎖骨、胸骨、肋骨から上腕骨に向けてついている筋肉、ここの集結している部位を軽くこのように外します。ギュッと掴みます。はい、そうしましたらこの状態軽く外したまんま、少し肘で円を描くように肩を回してみてください。ね、めちゃめちゃ簡単ですよね。外して回すだけ。これね、会社でもできますし、ほんのちょっとしたね隙間時間にやることもできます。そしたらだんだんと肘を回す大きさをですね、大きくして、肘を大きくして、さらに余裕がある方は手のひらを外に、ここで外に返して肘をちょっと振る。あと3回ぐらいいきます。そうしましたら次は小さな胸の筋肉、小胸筋ですね。小胸筋、先ほどの後頭筋のところに向かって、まずは指をスライドさせていきます。鎖骨の下に指を当て、そのまま外側に。そうするとくぼみが出てくるので、くぼみのちょっと先、コリコリした、突起物が見つかるかなと思います。そうしましたらそこからちょこっと下に下げていただいて、指3本。で軽く筋肉に対して垂直に動かすように横断的にマッサージをしてみましょう。これもあくまで軽くです。軽く動かしていきます。本当にね、こんなんでいいのかなっていうぐらいですね、ゆるいマッサージで大丈夫です。そしたらここから少し手のひらを外に向けてもらって、マッサージしてもらうと、先ほどよりも、しっかりとですね、マッサージされている感じっていうのを、受け取りますので。そしたら、ここから肩の高さを90度まで上げて、肘を回す。手のひらを外に向けて。そしたら、ここの先ほどの小胸筋の部位を軽く押圧した状態、押した状態で窓を拭くような感じで、同じく手でですね、肩を回していきましょう。そう、しっかりと回して。これも慣れてきたらですね、徐々に動かす可動範囲での広げていってください。ただただですね、マッサージするだけですと、結構ですね、体ってすぐ元に戻ってしまうんですけれども、こうやってしっかりと伸ばしながら使うという経験をですね、体に入れていくことで、なかなかね、元に戻りにくい体の状態になっていきますので、ぜひただただストレッチするだけではなく、こういうね、動きの不足に入れてもらうことが、姿勢改善には有効だというふうに考えています。では、1回目です。少し胸を開いてみていただくと、さっきよりもですね、この辺の温かさ、柔らかさ、しなやかさなどが見えるんじゃないかなと思います。そしたらもう一度こうバンザイをしてみていただくと、最初の状態よりもですね、かなり姿勢が変わってきているかなと思います。いかがだったでしょうか。今回の動画であまりね、実は改善しなかったよって方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういった方はですね、実は今の筋肉だったりとは別の部位に原因があるよということが分かったので、これは実はね、一つの進歩なんですね。なのでまた、猫背に関連するようなところの情報をですね、順次アップさせていただきますので、ぜひそちらをね、参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを押していただけると励みになります。そして今日の動画の中でここ分かりづらかったなとか、こんなことはどうなんだろうみたいな質問等があればですね、ぜひコメント欄にですね、記入をしていただければですね、コメントで、お返しさせていただくか、また新しい動画としてですね、質問にお答えをさせていただこうと思っております。ここもですね、猫背に特化したですね、情報というのを日々ですね、配信していきますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、見逃しのないようにお願いします。では、今日はここまでにします。ありがとうございました。